会を押すまでもなく、桐山あかり博士は中東問題、イスラム思想の研究者としても名高い方でございます。この度私ども日本保守党の高等支部長として、江東区の皆様にご挨拶を申し上げます。それでは桐山支部長、よろしくお願いします。江東区の皆さん、こんにちは。日本保守党です。ありがとうございます。ありがとうございます。私は日本保守党の飯山あかりと申します。先ほどこちらにいる梅原さんから紹介していただいたように、私は中東研究者です。でしたというかです。まあいやいやいや、過去形にはしたくない。私はですね、そうなんです、普通の、まあ、研究者で、あり、かつ、子供を持つ普通のお母さんです。主婦でありながら仕事をしてきたと。まあ今ですよ、こちら有明に住んでらっしゃる、ここを通過してらっしゃるお母さん、お父さんも多くの方が子供を育てながら仕事をしていると、主婦をしながら仕事をしていると、そういうお母さん、お父さん、そういう方がたくさんいらっしゃると思います。その意味で私も本当に普通の人です。政治なんていうものにはほとんど全く興味がありませんでした。まさか自分がこんな街角に立ってですよ、なんとかそうですとか言って、自分の名前を叫ぶと、そんなようなね、人生になろうか、未だかつて一度たりとも思ったことはございません。これは今からですね、1ヶ月前、今日は3月17日ですかね、2月17日の私は、1ヶ月後自分がここでこんなことをしてるようなんて本当に全く思っていませんでした。この本当に普通のそこら辺の、人間がですね、私のような普通の人間がなぜこんな政治活動を始めたかというと、それぐらい日本の政治が今めちゃくちゃなことになっているからです。これどうしようと、皆さんもね、毎日新聞やテレビをご覧になって、あるいはインターネットをご覧になって、今の政治の低たらく、これほとんどの人がもう諦めてるじゃないですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。自民党、岸田政権、これ昨日党大会を開催しました。そこで我々の日本国の岸田総理、私は命がけで党を再選しますというふうに言いました。しかしですよ、その命がけというふうにね、でっかい声で、あ、今そこから我々の代表である百田直樹が参りました。皆さん、百田直樹が登場いたしました。ありがとうございます。私もはっきりして、百田直樹がいつ登場するのか全く知りません。もう私たち日頃ありがとうございます。極めて孤独な戦い、梅原さんと私と、こちらのいつも私を助けてください女性と、この3人でひたすら孤独の戦いを続けてまいります。今ですね、我々の日本保守党の百田直樹代表と、有本香織事務総長が登場いたしました。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。私はちょっと喋りすぎて疲れたので、とりあえず来た人に話を変わります。角田代表お願いします。はい、皆さんこんにちは。はい、角田直樹です。飯山さん、朝から、お昼からありがとうございます。いろいろ頑張る。飯山さんのライブは、私もいろいろ車で走りながら見てました。話がどんどん上手くなってます。はい、本当にね、飯山さんの演説はね、これかなりうまいです。相当すごいです。はい、皆さんこの、ね、ライブで見れるというのは、まあ、素晴らしいと思いますよ。はい、私はライブの YouTube の映像でライブを見てもそれでも感動しましたから。いや、私が感動するんですからね。多分聞いた人は相当感動したと思います。本当にね、飯山さんの言葉を聞いてるとね、日本を何とかしたい、もうこのままではダメだと、もうそういう思いが本当にひしひしと、伝わります。いや、本当にね、皆さんも思ってると思います。今の日本、このままではえらいことになります。いろんなところでね、もうその、例えば、まあ、一番身近な話で言いますと、
まあ、これ有本さんもね何度も言ってますけど、あどうもすいませんばよ、今30年間サラリーマンの平均給与が1円も上がってない、もうこれ信じられないですよ。30年ですよ。あのね、普通ね、まあ昔はね10年一昔で、もう10年前ともう今ではもう全然違うというのがね、これがもう本当に今の、社会の移り変わりはそうでした。ちなみに私は昭和31年生まれです、まあ、学年は昭和30年、つまり戦争が終わって、あの大東亜戦争が終わって10年目で生まれた言葉です。もうね、その10年前と全く違います。そしてさらにその10年後、昭和40年ですね、もうその時には私の生まれた昭和30年初めと昭和40年がこの10年でも全然違います。でさらにその10年後の昭和50年、もう昭和40年代の思いが全くないぐらい日本変わりました。つまり昭和50年というと戦争が、日本が戦争を受けて30年ですね。この30年の間にものすごく日本変わったんですよ。ところがこの近年のこの30年で日本人のサラリーマンの平均給与が上がってないって、これも異常事態です。でそれがね、日本人が本当に働かない、すごいだらしない、何もしない、そういう民族やったら分かりますよ、まあ、そういう国はさらもう経済発展もしないだろうと。しかしながら皆さんもそうだと思いますけど、皆さんの友人、ご家族、ね、息子さんたち見てて、日本人ぐらいね一生懸命働く民族どこにもないんですよ。世界の国の中で最も一生懸命働く民族は日本人です。そして勤勉です。そして誠実ですから、今でもですね、日本は例えば 公共交通機関とかね、もう電車5分も遅れることは絶対ないんですよ。バスも遅れません、そして私たち家におってもう水道のジャックでひねったらもう売れるぐらいの綺麗な水が、美味しい水が流れます、水が断水することはありません。で皆さん停電なんかないでしょ。私子供の時はねしょっちゅう停電あったんですよ、はい、断水なんかもよくありました。でもね、それは仕方がない、この時代性でね、また日本が戦争に負けて、まあ、戦争に敗れて、まあ、10年しか経ってませんから、あの時ね、日本人は300万人の命がなくなったんです。わずか4年、3年8ヶ月の間に。でそこからもう東京まで、ね、もうこの辺は知りませんが、もう東京都内のもう焼け野原ですよ全部。昭和20年ぐらいに、日本はどんなやったかというのは、まあ、インターネットで、ね、映像を見てくれたら分かりますけど、もうねどこに家があったか分からんぐらいもう全部焼け野原なんですよほとんどね、ですからもう雨粒をしのぐことさえできない人が東京都内でも何十万人おった、いや100万人おったかな、3月10日の昭和20年の3月10日の東京大空襲、あれは江東区も選ばれた、深川とか本土とか浅草とかね、人口密集地帯がもう燃やし尽くされて一夜にして10万人亡くなったんです。そして一夜にして100万人の人が家を失ったんですよ。でもねその当時日本国もそれから東京都も、なんていうか、住宅ですよね、仮住宅なんていうんだったかな、まあ、いいわ、要はね、ぼーっとして話聞いてませんやろ、はい、聞いてないですよ、全然ないですね、待ってるだけですわ。ほんでね、いや、要するに、そういうね、もう一切被災者に、もう、仮設住宅一つ作れなかったんですよ、日本人は、当時、もう日本全部で、私、大阪ですけど、大阪も大空襲、名古屋も大空襲、日本の誇る大空襲、全部やられて。つまり昭和20年の8月、日本が戦争で敗れた日は、もうその日はもう日本ははっきり言いまして世界最貧国です。世界で最も貧しい国だったんです。これ本当なんですよ。ほんでしかもね、いや私こういう話をするとね、すごいなと。日本はゼロからスタートしたやない、ゼロからスタートじゃないですよ。日本は戦後莫大な戦争賠償金を背負わされて、ものすごい、だから大きなマイナスからスタートしたんですよ。そして雨降って、その雨をしのぐ家さえない人がもう日本中にものすごいいた。でちなみに昭和20年の9月、この、戦争を負けて1ヶ月後ですね、日本人の、当時日本人は7700万人しかいなかったんですが、この時に失業者が1000数百万人いたんですよ。ほとんど仕事もなかった。それが、これだからね、当時 GHQ は、だから連合軍は、アメリカ軍は日本人を調べ尽くして、
そしてまあその報告書は法令報告書というのがその年の昭和20年の12月に報告書が出てるんですが、その報告書の最後にこの日本は50年かかって昭和5年当時に戻れるかどうかって書いてたんですよ。50年かかって昭和5年当時になれるかどうか、それぐらいの日本貧しかった。でも実際皆さん昭和50年かかったか、50年かかってないんですよね。日本戦争に負けて19年目、つまり昭和39年に日本人は何をしたかって言ったら、東京オリンピックを開いて世界中の国を招いたんです。そして同じ時に当時アメリカもソ連もイギリスもフランスも、第二次世界大戦の戦勝国は毒も出してなかった時速200キロ以上で走る高速鉄道を東京から大阪まで通したんです。これどこの国もできなかったんです。夢、当時夢の技術と言われた。これを日本はわずか戦争終わって20年足らずで出してくれた。つまり日本人はね、それぐらいの底力があるんですよ。国民が一生懸命もう一度、この日本を立て直そう、頑張ろうと思って、その戦後19年頑張り抜いてそこまで復興したんです。そしてその3年後の昭和42年に日本は西ドイツを抜いてアメリカに次ぐ世界第二の経済大国になったんです。これほどの国がね、この30年の間全く経済成長していない。これはね、国民のせいじゃないです。もう政治の無策です。政治家が全く、日本を強く豊かにということを全く考えなかった、逆に日本を弱く、そして貧しく、そういう政策を続けたんですよ。今もそうですよ。東京都もそうですよ。例えば、日本もそうね、例えば、車がですね、電気自動車を買えば国は補助金を何もでしたっけ、70万ぐらい、はい、何で逃げんねや、はいはい、なんか聞こうとは逃げるんですよ、はい、あのパッと横向いてベトベやったら逃げていくんですね。これ非常に困ります。はい、あのまあ話しますとね、あの電気自動車買ったら国が約70万円の補助金出るんですよ。いや、ほんでさらに東京都はさらに60万ぐらいの補助金出るんですよ。つまり電気自動車お金は130万ぐらい国と党が出してくれると。でもね、この電気自動車はほとんどが外国製なんです。日本の誇る、まあ、トヨタ、日産、スバル、マツダ、いろんな、ホンダ、いろんなメーカーがあります。これがですね、素晴らしい自動車を作ってる、もう世界の自動車メーカーが太刀打ちできないぐらいの素晴らしいガソリン車です。で、日本はこの素晴らしいガソリン車を作る日本のメーカーを助けよう、あるいは支援しようということじゃなくて、逆にそういう車メーカーがもうしんどい思いをするような、それ外国の車、例えば中国の車とかね、そんなの買えば日本が税金でそれを補助するというね、もう日本の産業経済をもう弱めようとすることばっかりなんですよ。太陽光パネル発電もそうです。ちょっとこの辺りからちょっと事務総理で喋ってみましょう。拓田さん、悪いけどこれ持ってください。今からカバー持ちです、はい、皆さん、あの日曜日の、まあ、他にいろいろねご予定もあったかもしれません時に、ここにお集まりいただいて本当にありがとうございます。日本保守党はですね、あ、そうそう、いいお知らせがあるんですよ。はい、日本保守党の党員がですね、もう少し前に6万人を超えました。ありがとうございます。ここで日本保守党の方手を挙げてください。おお、素晴らしい、ありがとう。多分嘘もおると思いますけど、まあ、そんなことはどうでもいいんですよ。あとさらに江東区の方手を挙げてください。少ない、あれありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。嬉しいです。はい、はい、ありがとうございます。はい、まあ、江東区以外の方はですね、ぜひとも江東区の方に、江東区の友人に、あるいは家族、知り合いに、あんまり言うなって言ってますけどね、なんか公職選挙があるらしいです。でも関係あらへん、そのもんね。はい、それが、あの、日本保守党をとにかく広めたい。そして、あの、支部長の飯山あかりの名前をですね、覚えてください。よろしくお願いします。はい。そしてさらにですね、まあ、その6万人党員がいるわけです、あのおられるわけですけれども、そのうちの1万人はこの東京都にいます。
構ね、東京の、まあもちろん東京は一番人口が多いんですけれども、大体日本の10分の1じゃないですか。ところが私ども日本保守党は、党員の6分の1以上が東京都民なんですね。まあこれがいいか悪いか私はわかりません。もっと本当は地方にもですね、どん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 党員の方が増えていけばいいなと思うんですけれども、まあどういうことかというと、この首都に住んでですね、一番家賃の高い、一番生活費のかかるところに住んでいる方、しかもうちは結構女性の比率が高いんですね。ですから主婦である可能性も高い。そういう人たちがこの東京でいろんな高い、あの物価の高いところで生活して、いろんな実感を持っている人たちが、やっぱり日本を豊かに強くしてくれるのは日本保守党じゃないかということで入ってくれているというふうに私は非常に心強く思っております。ですからここ、まあ、江東区ですけれどもね、江東区を初陣の地に選んだというのにはそういうこともあるわけです。でさて、今代表がね、言いかけましたけれども、まあ、国の国策もそれから東京都の策も、まあ、到底日本を強く豊かにしているとは思えない。で、まあ、そもそものことを言いますと、この日本を豊かに強くというのは何かといえばですね、みんな日本を強くしたいということをおっしゃる方はいらっしゃいます。特にですね、やっぱり、まあ、いわゆる保守派と言われる方は国防のことが気になるから、やっぱり日本を強くしようというわけなんですよ。でもね、やっぱり国が強くなるためには豊かにならないとダメなんですね。国民は貧しいけれども国だけ強くなろうというのは、これはやっぱり、まあ、お隣の国とかじゃないわけですからね、そんなことはできません。ですから国民が本来の豊かさを取り戻して、そしてどんどん私たちは一生懸命働けば、今日よりも明日よりも3年後よりも10年後絶対自分たちは良くなるんだと、こういう確信が持てるようになれば日本は間違いなく強くなるんです。それをやらせないようにしているのが今の日本政府であり、そして東京都なんですね。でさっき一例として代表が言いましたように、この電気自動車、これに対して環境省が約70万円の補助金を出す。1台買ったら70万円出します。さらに東京都が50数万円出します。つまりね、外国で作っている外国メーカーの電気自動車を買ったら黙ってても百数十万もらえるんですよ。日本にはトヨタ、ホンダ、日産、ガソリン車を作る、ハイブリッドを作る、こういう優れた世界に誇る自動車メーカーがたくさんあるのに、なんでこんなことをするんですかと。それからさらにですね、日本政府は割と最近ですけれども、地方自治体に対して公用車ありますね、知事だとかそういう人が乗る公用車、これを電気自動車に変えたら3割助成してあげます。もうバカでしょ、こんなのやめてくださいよと。それからね、まあこれは東京の話じゃない大阪の話ですけれども、百田さんは大阪の人ですけど、大阪で今度万博ありますね。万博に関連して中国に100台 EV のバスを発注した。なんでこんなことしなきゃいけないんでしょうかね。東京都民の方は分かってらっしゃると思いますけど、東京オリンピックの時にこの東京オリンピックので使うバスとしてですね、あのトヨタが開発した水素のバスを走らせたんですよ。最先端ですから、世界で。脱炭素っていうんだったらば、なんでその水素バスを万博で使わないんですか。変でしょ、いちいち。もうね、本当におかしい。おかしいことだらけ。ね、大阪もおかしい、本当に、キャッタさん。あの大阪の万博で使うあの電気バス、ね、予言します、絶対燃えます絶対燃えます。縁起でもないこと言っちゃいけませんよ。まあそれでね、あのそういうふうにいちいち何もかもがちぐはぐなんです。なんで日本のメーカーにわざわざ足かせをつけて不利にしなきゃいけないんですか。だからね、こういうことを全部やめれば、少なくとも今よりは少しずつ豊かになりますよ。政治家がね、私はもうもはやね、岸田総理にも特にいいことやってくれとは思いません。もうね、そういうふうに日本人の足引っ張るのだけやめてもらいたい。そうすればそれだけでも随分良くなりますから、本当に。まあそれとさっき代表が言いかけた太陽光パネルですけれども、これはね、東京都小池知事が
まあ、小池知事の自宅には太陽光パネルが、ね、屋根の上に貼ってあるらしいですけれどもね、まあ、それはね環境の整っているところはいいですよ。でもねうちの飯山支部長も言ってたようにもう山切り開いてね自然を破壊して環境破壊をしてそれでメガソーラーを作る。でなんと東京都はですね新築の戸建て全部太陽光パネルを義務化すると言ってるんですね。ところがこの太陽光パネル今世界のシェアの8割は中国が持ってます。でこの中国産の太陽光パネルアメリカは事実上全部輸入禁止にしました。それはなぜか、これはですね、まあ、アメリカでは大変な問題になってるんですけれども、あるいはヨーロッパもウイグル人の行動によって作られた産物だからだと、これはもうアメリカには入れませんというふうに言っている。そのアメリカの制裁リストに載っているトリナソーラーという会社の太陽光パネルじゃんじゃん日本に何十万枚という単位で入ってきてますよ。私山口県のメガソーラーもそれから東北のソーラーも見に行きました。みんなそのアメリカではもう輸入できないメーカーのソーラーパネルでも日本では作れないんですね。ソーラーパネルあの価格で太刀打ちできないから、だって向こうはそうで作らせてるんですからそれは安いですよ。こういうことをですね日頃人権だの何だのって言ってる人たちが全然声を上げない。日本の国会では全く問題にならない。なぜですか。でこんなことばっかりやってればね日本の製造業弱くなりますよ。そしてね何でもかんでも中国頼みになるんです。日本がますます貧しく弱くなって隣の国の言うことを何でもかんでもいいだくだくと聞かなきゃいけなくなるんですよ。ですからこういうねやるべきことを やる、そしてやらなくていいことはもうやらないでくださいと、これを言うだけで随分日本は豊かに強くなると思います。ですから皆さん本当に私たちはね普通のことしか言ってないんですよ。当たり前のことしか言ってない、そんな特別なことを言ってない。ですからぜひ私たちに力を貸してください。でそこでね私申し上げたいのは、でも私たちのやってることって非常に無謀だと思います。何にもないところからいきなり辻に立ってね、やっていこうというわけです。その先頭を切ってくれたのが飯山あかり支部長ですから、ぜひ皆さん飯山あかりにですね、また大きな拍手を、そして彼女の勇気というのは本当に素晴らしいと私は身内だけど思いますよ。でこの人ほどねやっぱり自分の信念だとかそれから国を思う気持ち、社会を考えるその問題意識、そして家族を思う気持ち、こういうもののために自分の勇気を振り絞って戦えるという人はめったにいません。それから同時にこの人ほど世界をちゃんと見て幅広い見識と高い姿勢を持っている人もまずめったにいないと思います。ですから私は自分たちが近しいから言ってるのではなくて、これぐらいの人材を日本保守党は、何にもない党ですけれどもこれぐらいハイレベルな人材を立てられるんだということで自信を持っておりますので、ぜひ皆さん本当によろしくお願いします。そしてですねどん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 後に続く人たちを生み出していって、そしていつか私たちが、まあ今はね岸田政権何やってんだと、小池都知事何やってんだと言ってますけど、そのうち多少文句言われるぐらいの立場にならなきゃいけないんだなというふうにも思っておりますので、ぜひ皆さんその日まで力を貸してください。よろしくお願いします。はい、まあ、飯山あかりさんは本当に素晴らしい人なんですが、実は、まあ、皆さん もうご存知だと思いますけど、飯山あかりさんの後ろにおられる、我々の保守党の、まあ、縁の人の力持ちといいますかね、まあ、非常に、いろんな支援をしていただいている、方はですね、梅原克彦さんと申します。はい、でこの梅原克彦さんもですね、まあ、もう名前ばっちり言うてもいいやろ、もともとはですね、仙台市長です。でこの仙台市長の時ですね、某国某隣の国の、私はもうYouTube でよく中国で言いますけども、はい、まあ、中国がですね、いわゆるその仙台に中華街ビルを作ろうと、仙台のちょうど真正面玄関先にですね、そういうそのビルを建ててね、もう仙台を変えてしまうというそういう動きがありました。
でそれに乗っかったいわゆる親中の議員とかですね、親中利権を持った、いろんな企業がですね、それいいことやということで頑張ろうとしたんですが、これに待ったをかけてこれをと中華ビル構想を潰したのが梅原さんです。素晴らしいです。もし梅原さんがいなければ今頃仙台はですねもうえらいことになったと思います。でちなみに今中国の話出ましたけど、あ、中国見てもらった、あのね、まあいいんですよ、はい、実は最近知ったんですが、日本にいる在日中国人が一番多いところはこの江東区なんです。そうなんですよ、江東区が一番多いんですよ。新宿とかね、板橋区違うんですよ。江東区ですよ。2番目の多いのが足立区やったかな、はい。ですからね、この江東区はこのままほったらかしとったらもうめちゃくちゃ中国人増えるんですよ。別に中国人が悪いみたいなじゃないですよ。やっぱりね、この今の現在の日本が行っている移民政策、この移民のいろいろな法律、これをほったらかしてね、どんどん移民を入れるともういろんな問題が出てきます。その一番は典型的な理由は、典型的な例は埼玉県の川口ですよね。別に川口を見るまでもなく、川口は一番近いんですけど、ヨーロッパなんかもっと悲惨です。でね、ヨーロッパが、今、もちろん皆さんネットニュースで見てると思いますけど、ヨーロッパは、もうこれね、今の状態を放っておくと、現在のヨーロッパの問題、状況になるまで、私は10年かからないと思いますよ。本当に早いですよ。こういうのってね、崩れ出すとすごく早いです。ものを作るというのはね、時間かかります。例えばこの大きなビルだからね、これ作ろうとは相当な時間かかります。しかしね、壊すのはね、上から爆弾一発で全部壊れるんです。一瞬です。だから壊れるの早いです。ですからね、ヨーロッパも大変だけど、そんなに、そこまで行くには時間かかるよと思ったら大変なことになりますよ。そういうのをね、実はもう飯山さんなんかはすごく詳しいです。ちょっと飯山さんに、ね、もう喋ったかな、もう一秒で喋ったここでも喋ったここでは喋ってない、だから今日は喋らないそんなことない、はい、聞きたい人手を挙げてください。こんなに聞きたい言うてるわ、やめとくかちょっと喋りますか、疲れた。ほら、ありがとうございました。じゃあ私が喋ります。私ね、実は全然別の話なんですけどね、昨日すごく花粉症がひどかったんですよ。今日ね、元気になったんです。それはね、あんまり言っちゃいけないんですけどね、薬をね、今日倍の量飲んだらね、割と元気なんですよね。もうね、もうこの年ですからね、多少副作用があったって、いいかなと思って、ちょっと多く量飲んだらですね、だいぶ元気なんですけど、さて、それで、今言おうとしたことなんですけどね、実は10年前、ちょうど10年前に、日本政府はですね、ある会議体を立ち上げて、やっぱり外国から人材を呼ぼうという、そういう流れを作った。この時に、安倍政権だったんですけれども、私はね、やっぱりこれは非常に危険だろうということで、あるテレビの企画でドイツを取材しました。10年前です。ドイツは日本と同じように1950年代以降ですね、人手不足だということで、移民を入れた。いろいろ紆余曲折ありました。一旦は帰ってもらう。でもやっぱりまた人が足りないって言ってまた戻す。このもう一回来てもらうときに家族の帯同を許したんですね。そしたらどんどんやっぱり外国の移民の背景を持つ人が増えました。さあその結果どうなったか。ドイツはですね、都市部に行くほどやっぱり移民が多いんですね。そうするとベルリンなんかはだいたい当時10年前で人口の3割が移民の背景を持つ人たちということでした。そしてその3割の人たちの中で、残りの7割の人と比較するとね、日本でいうところの生活保護を受けている人の割合はやっぱりこの3割の人の方が多いんですよ。ですからこれは何を意味しているかというとね、私たちの国でずっと親たち、おじいさんたちが頑張って作ってきたこの日本の福祉制度っていうのがありますね。これにやっぱりね、ある意味乗っかろうという、そういう人が増えてくるということなんです。で、なぜそういうことになるかというとね、これはそれぞれ来てる外国人が悪いということじゃないんですよ。日本が制度設計をきちんとしないままの方ずに、ただ単に労働力が足りないからといって人を入れるという安易なことをするからこういうことになるんです。ドイツもそうなんですよ。
でここでね10年前に私は非常に激しく言ったのは、ドイツの失敗に学んだらいいんだと。ドイツはね、その3年後にメルケル当時の首相がもうドイツの移民政策、それからその、まあ、いわゆる多文化共生主義、これは間違ってたというふうに総括してるんです。ドイツが、ヨーロッパが間違えたことを日本が同じ道をたどる必要はないんだから、せっかく先例があるんだったらばそれに学んでちゃんと制度を整えて入れるんだったら入れるべきじゃないですかと、今の岸田総理にも直接申し上げましたよ。でも全然そんなことしないわけ。いやいや、財界は人が足りないって言ってるんだと。本当に足りないんですかと。じゃあ例えば、まあ乱暴な話ですけれども、給料を倍にしても本当に人は来ないんでしょうかと。で、さてそれで振り出しの百田代表の話に戻るわけですよ。日本人の給料が30年も上がってないんですよ。サラリーマンの平均収入が私が若いサラリーマンだった時と同じなんですよ。つまりこれが徐々に上がっていってたら、本当に今もこんな人手不足だったかと、今こんなに少子化だったんですかということを聞きたいんですね。今更後ろに戻れませんけど、明らかにこれはこの経済成長を止めてきたという国策の誤りによるものだと思いますよ。じゃあ日本人がですね、30年前の倍の給料今もらえてたとしましょう。日本の社会全然違うものになってたと思いますよ。子育て支援じゃないんですよ。日本人が稼げるようにすればいいんですよ。そうでしょう。みんなね、子育てのために国からお金もらおうなんて思ってる人はそんな多くないですよ。やっぱり自分たちが一生懸命働いて自分の稼いだお金で家族と楽しく暮らしたいと思ってるのが普通の日本人ですよ。みんなが稼げるようになればいいんです。それをやらないでね、はい、政府がお金配ってあげますよ、支援してあげますよ、こんな態度をね、もうやめさせるべきなんですよ。ですから、これはね、移民政策と、この日本人の、まあ、経済、要するに経済環境を変えてですね、日本人が稼いだら、稼いだ分だけ、ちゃんと富を得られるという、こういう社会にするってことは一体だと私は思っています。本当に、それ相当の所得が得られるようになったらば、この人手不足というのはかなりの部分で解消されるのではないかというふうに思っていますし、家族を持とうという人も増えるんじゃないかなというふうに思われます。ですから今もう遅いかもしれないけど、それでもね、今からこのおかしくなってしまった日本の社会を逆の方向に戻さなきゃいけないんです。本当にね、この意識を変えるってことは大変大事なことで、そのためにはね、もうこれも乱暴ですけど、永田町にいる人たち半分ぐらい選手交代すればいいんですよ。9割、代表は9割って言ってます。ですからそういうことのためにね、まあ、私たちもこういう無謀なことを始めたわけですけれども、まあ、ぜひですね、ここにいらっしゃる皆さんは我々の言っている真意をおそらく分かってくださっていると思います。ですから周りの方々にですね、まあ、日本保守党ってなんだか知らないかもしれないけれども、結構いいこと言ってるよというふうに広めていただいてですね、もうそこから一歩一歩日本がおかしくなってしまった日本を元に戻すという、こういうことにですね、皆さんのお力を借りていきたいというふうに思っています。で、今日ここで見てますとね、結構この有明とか豊洲、新しい住宅地ですね、この土日になるとお子さん連れの方が結構いらっしゃいますよね。やっぱりこの光景っていうのがね、もっともっと日本の各地でもっともっと子どもの声が聞こえる、もっと子どもの姿が見える、そういう日本にしないといけない。そのために日本を豊かに強くしなきゃダメだと思います。これはね、政治家が、今の政治家がですね、私は何が一番ダメかというと、自分たちを高みに置いている。俺たちが子育て支援をしてやる、私が子育て世帯に何か支援をしてやる、そうじゃないんですよ。日本人はみんな一生懸命働く、本来はとても強い国民なんですね。その環境さえ整えれば、政治が余計な支援なんかしなくたっていいんですよ。それをね、余計なことばっかりするでしょ、さっきみたいに。外国で作る外国メーカーの電気自動車にバンバン補助金出すとかね。そんな余計なことを全部やめれば、日本は黙ってたって強くなる。日本人はみんな稼げるようになるんです。ですから、そのために皆さん、今までおかしくなった日本の悪循環を逆回しするために、
ぜひ私たちに力を貸してください。よろしくお願いします。今話聞いててね、ふっと思い出したことあります。まあ、日本人はね、本当に本当は勤勉に働くのが好きな、そういう国民です。ところが、今の日本政府、まあ、これ安倍さんが作った制度なんですが、もうその時はもう私は、当時めちゃくちゃ怒った制度が一つあります。それは何か、働き方改革をやってる。つまりこれ以上働くなと、1日で働く時間はこんだけ以上はもう働いてはいけないって、こういうバカな法律を作ったんですよ。あれ、それは働きたくない人もいますよ。しかしね、人間っていうのは一生懸命働きたい時もあるんですよ。もう働、私はそうです。私若い時だからね、もう本当にもう10時間以上働くと何ぼでもあります。もっと社会だったからもう1日15時間16時間働くと何ぼでもあります。はい。でね、人間ってね、若い、特にまあ年いって働くのは知ってるけど、若い時はね、こう一生懸命働くことによって、そんやっぱり残業代も稼げる、あるいは自営業やったらね、一生懸命働くことによってさらにもう収入も上がる。これ大事なことなんですよ。でね、それをですね、働かなきゃ、まあ、働かないで、できるだけ働かないで、これはね、実は、なぜこんな発想ができたかというと、これ、官僚と役人の発想なんですよ。役所はね、働かないでおれば、もう本当に嬉しいんですよ。彼らはだから自分らの時間をどんどん短くするんですよ。もう、もう働かないですよ。だからもう、役所はもう土日はもう休みにしようとか、祝日休みにしよう。だから休みになるからね、彼らは得なんですよ。だから昔は、休日と祭日か、祭日とか休日、祭日と日曜日が重なったら、それで終わりやったんですよ。しゃあない、ダブってもうたら、そうやなって。ところがね、ダブったら、次の月曜日休みにしようとか、これはね、役人は得です。でもね、民間業者はそんなわけにいきません。民間業者は、どんな会社でも企業でも、一日休んだら、その分稼ぎ少なくなるんですよ。だから、できるだけ働きたいんですよ。でしょ。例えば普通に、例えば小売店で何か物売ってるね、ほらもういや今日土日やから休めって、休めませんよね。土日一生懸命稼がなかった、そういうとこあるんですよ。でちなみに、4月の1日から、これ運送業者が大変なことなんですよ。トラックの運転手はこれ以上走ったらいけない、これ以上走ってはいけない、これ以上の時間はもうトラックに乗ってはいけない、この法律が4月1日から施行されるんですね。もうこれこうなったらえらいことになりますよ。もう配送できなくなります。だから運転手なんかはね、いや俺もう、自由に運転させてくれと、俺は体力あるんだと、何もでもやらせてくれ、ダメだと、いやそれ以上働いたらお前が元気言うても、寝不足で事故起こったら、それも本人の責任なんですよ、これね。まあ、もちろん事故起こったらええとは言いませんよ。めちゃくちゃ働いてない、だから奴隷じゃないんですからね、やっぱりね、働く時間はね自分で決めさせてくれ。ほんでね、しかもなおかつ働く時間によって、あるいは体力、精神力、これはね、個人差があります。弱い人はね、あんまり働けない。体弱い人もね、働けない。ところがね、強い人はどこでも働けるっていうのが当たり前なんですよね。で、それをもう法律的に、全ての人、強い人も弱い人も、働きたい人も働きたい人も関係なく、はい、このラインで決めてしまう。こんなバカなことはないですよ。これ誰が考えてたら官僚なんですよ。官僚が役人の思考なんですね。はい。でもね、まあ、仮に、何やばいこと言ってる、仮に、もし、今の政府が、昭和20年代に今の政府があったとしたら、日本は、10年経っても20年経っても、もうずっと、大東亜戦争の敗戦から立ち直れなかったと思います。はい。すいません。ですね、うちのね、梅原顧問は旧通産省、経産省出身の官僚なんです。で、実は今のね、現役の若い官僚とも私も多少付き合いがありますけど、なんか比べたらですね、この30年間民間の平均給料が上がってないってことは私たちギャンギャン言ってるじゃないですか。経産省が悪いんじゃないかって私言ったんですよ。そしたらですね、いや、そうかもしれませんけれどもと、まあ、役人ですからね、そうかもしれませんけれども、実はですねと、役人も30年前と比べたらものすごい業務の量が増えてるんですって。つまり私ね、日本政府って余計なことやりすぎなんじゃないかなと。余計な規制とかね、余計なルールとかね、余計ななんか金配るとかね、そういうことをやりすぎちゃって、役所もどんどん仕事増えてるらしいんですよ。でもね、地方の市役所とかあんなどんどん増えてるんですよ、逆に。はい。
だから市役所の連中からめっちゃ暇なんですよ。ほんま、もう暇なくせにね、えらく給料高いんですよ。あれ腹立つんですよね、ほんまにね。あのね、皆さん住民票とか取りに行くでしょ。で住民票とかでね、いろんな紙書いて、で渡して、住民票、来るのに何分かかりますか。めっちゃかかるでしょ、時間。いや、今はどうかな。今はそうでもない。今はそうでもない。昔はね、3、40分かかったんですよ。ほんならね、レンタルビデオでもね、これ貸してたらすぐ持ってきますね。だんだん話がくだらないことに言ってきましたけれどもね、あのただですね、百田代表、うちもそろそろ、うちはね、日本もさそろそろ働き方改革やった方がいいですわ。ね、あのちょっとうちはね、いくらなんでも無謀すぎるので、そろそろ少し働き方改革をしようかなと思いますけれども、まあ、だんだんですね、先ほど申しましたように、党員が6万人になり、特に東京はついに1万人を突破しました。ということなので、まあ、東京ではですね、支部長もできてですね、多分ここで言ったかどうか分かりませんけど、支部長しかいなくて私しかいないんですと、まあ、そうなんですけれども、でもなんとかですね、もうちょっとこう働き方改革できるようにしていきたいなというふうに思ってます。いいですかね。ね、いいですか、働き方改革。私はもっと働きたい。あ、そうですか、分かりました。じゃあ、ここで最後にですね、私どもの日本保守党東京10億江東区の支部長飯山あかりに締めてもらいたいと思います。ありがとうございます。江東区の皆さん、今日は私はスケルが、ここだけ来てくれたので、あ、今日は私はここだけはそんなに喋らなくてよかったというふうに思って、ラッキーというふうに思っていたんですけれども、日本の政治は今ね、百田代表と有本事務総長が言ったように、今日本はものすごく、やばい、ところに差し掛かっています。しかしながらですね、これは変えることができます。例えば、自動車電気自動車電気自動車ですね、逆ですね、電気自動車を買って、買った人に補助金が出る、この制度、これ結構世界でやってます。ところがですよ、今この制度をやめる国が出てきています。例えばニュージーランド、ニュージーランドは長らくアーダーンという若い女性が、首相をやっていました。日本の私の大好きな朝日新聞とか毎日新聞とかが、このアーダーンという人を世界のこれ女性のリーダーだというふうにものすごい持ち上げてきました。彼女の時代にニュージーランドはものすごいリベラルな政策を推進しました。その一つに自動車電気に対する補助金というのがありました。ところがニュージーランドは政権が変わりました。みんながもうリベラル政権たくさんだというふうに言ってですよ、選挙で保守政権になったんですね。保守政権は今何をしているかというと、アーダーンが決めたリベラル政策全部ひっくり返しています。その一つに自動車電気に対する補助金を撤廃するというのがあります。もう一つ、日本製の、日本製で知られる小型トラック、ニュージーランドはこれに、小型トラックというのはね、CO2 をたくさん排出するって言って、これに税金をむちゃむちゃかけてたんですね。ところが、ニュージーランドこれを廃止しました。これどうなるかっていうと、日本のメーカーにとって有利なんですよ。こうやってですよ、今世界はちょっとずつ変わっている。アメリカも、これアメリカもめちゃくちゃな政策をしてきたわけですね。アメリカもリベラル政権が、今、バイデンさん、民主党政権、とんでもないリベラル政策を進めています。その一つに性別の変更というのがあるんですね。アメリカでは今多くの州で性別は男、女、ジェンダー X というふうになってですね、3つあると。ところがアメリカも州によってはジェンダー X とかなんだよと、いやいやお前見ろと、みんな生物学的には人間は女か男しかおらんだろと、ジェンダー X とかの作るからね、世界、社会がめちゃくちゃなことになってるじゃないかと言って、これも州ごとにもうジェンダー X 廃止しようってことになってるんですね。こうやっていろいろなめちゃくちゃにした、まあ、リベラル政策をですよ、世界の各地で保守政権が巻き返しを図って、今正常な路線に戻そう戻そうというふうにして、その動きがもう加速化しているんですね。ところが日本は G7 の国とか言いながら世界の動きと逆行して、今まさに世界が巻き返しを図っている、その間違えてリベラルの方向に突き進んでいると。これもどうなるかっていうと、失敗するに決まってるわけですよ。でもね、日本にはこれを巻き返すリベラルな政策をね、やめないといけない、やめないと日本めちゃくちゃになるからやめようっていう、そういう保守政権がないんですよ。保守政党もないんですよ。保守の政治家もいないんですよ。みんなで保守仕草ですよ。さっき私ね、中北さんじゃないですよ、木原誠二さんですよ、岸田さんのね、岸田総理の、一番の部下ですよ。
部下と言われている。木原さんのねツイッター見ました、 X の投稿見ました。そしたらね、今更のように我々はね、自民党の党勢はね、憲法改正だから、我々はね、岸田総理が総理在任中に憲法改正しますとか言ってるんですよ。はっと、あんたいつまで総理やってるつもりなんですかと。もうせいぜい長くてね数ヶ月でしょ、せいぜい長くて数ヶ月の人ね、今何にもしてないのに、ね、プロセス的にどう考えたって憲法改正ができるはずないんですよ。ところが選挙が間近に迫ってきたから憲法改正しますって言ってる。行為の問題ね、これから考えていきますとか、完全に保守仕草なんですよ。皆さんね、もう騙されちゃいけないですよ。自民党保守政権じゃないです。日本という国を破壊する、これめちゃくちゃな政権です。めちゃくちゃな政党です。私たち日本保守党はこういう偽物の保守というものに一掃していただいて、本当の保守ですよ。本当にどうやったら日本が再建するか、どうやったら日本という国をね、もっと豊かに強くしていけるか、そのためにあらゆる政策をやっていく。つまり今世界各地で、世界各国でもう間違ったからやめようというふうに言っている政策、あるいはもう一掃しなきゃいけないんですよ。 LGBT 法案にせよ、電気自動車に対する補助金にせよ、あんなもんやめ、電気自動車なんてはっきり言ってオワコンなんですよ。オワコンなのに日本はですよ、今から電気自動車作ろうとしてるんですよ。何やってんですかと。アップルだって諦めたんですよ、もうダメだと。ほらもう電気自動車オワコンだからやめたと言ってるのに、日本のメーカー、え、今からですかと。そんなことしなくても日本には優れた技術があるんですよ。優れたエンジンを作れると、日本はハイブリッド車だって先行してるんですよ。だったらそれを使えばいいじゃないですかという話ですよ。こうやって普通にちょっと考えれば分かるような、はっきり言って小学生でも分かるような、そういう過ちをですよ、岸田政権は過ちだとも言わずに、気づかずにそれを進めていると。私たちはですね、それを全部変えたいと。変えることできるんですよ。だって日本民主主義の国ですから。皆さんが、いやあんたたちやってることと間違えていますと、私たち本当の保守を求めていますというふうにみんなが思えば変えることができます。ですから皆さん、日本保守党どうぞよろしくお願いします。